じゃん。まだ休まないよ。うんうん、引っ張りすぎ。じゃあゆっくりゆっくりゆっくり。はい、待て。それになっちゃうの。待ってるとね。はい、ゆっくり行きましょうか。みんちゃんは相変わらずすごいね。お散歩好きすぎてこんな興奮しちゃうんですけど、やっぱりトリミング行く前よりはちょっとゼーゼー感が良くなったような気がします。みんちゃんみんちゃんどこ行くの。なにもうちょっと歩こう。みんちゃんすぐ公園入ろうとする。みんちゃん行くよ。みんちゃん桜がだいぶ散ってね、暖かくなってきたね。みんちゃんみんちゃん桜より走る人が気になるか。走ってる人を追いかけるのがみんちゃんはとっても好きです。みんちゃんは多分結構延々と一緒にジョギングをしたい感じの犬なんですけど、ママの体力が全力坂の通り全然持たないからできないんだよね、あんまりね。ごめんね。ちょっとママも少しずつトレーニングしてみんちゃんの体力にちょっと近づけるように頑張るから。ちょっとね、そしたらジョギングのねお供というか、一緒に夜さダイエット活動したいね。みんちゃんみんちゃんなんと毛を切ったらね 300g ぐらい減ったので、意外とママよりも簡単に引き締まりそうな感じもします。見てる。みんちゃん気になるな。あ、ベンチがあると休憩したがるんだよね。歩くの大好きなのに。お水が多分飲みたいのかな、みんちゃんね。ちょっと飲もうか。よいしょ。この辺で、この辺でみんちゃん、この辺で勘弁してください。もういい？もういいね。はい、どうぞ。はいはいはい。このペチャってなった時のシルエットもすごく変わりましたね、みんちゃん。トリミングしてから。ね、みんちゃん。かわいいんだよね。あー、そうなの。ね。かわいいね、みんちゃん。みんちゃんはすごい人間が好きで、
お散歩中もすごい知らない人にね可愛がって撫でてほしいタイプのワンちゃんなので、人の声に反応してずっと見てるね。ママの方あんま見ないね、みっちゃん。家ではすごいママに甘えん坊なイメージが皆さんあると思うんですけど、みーちゃんね、どっちかっていうと初めましての人になんか僕可愛いでしょってしに行くのが一番好きなので、お散歩はなんかもう運動が好きっていうのもあるけど、常にその機会を狙ってるっていうエンターテインメントなんだよね、みーちゃんにとってね。みーちゃんがみーちゃんこんにちはって、みーちゃんこんにちは尻尾振ってんの、ご挨拶できる、みーちゃんご挨拶しますかちょっと大丈夫ですか大丈夫です、みーちゃんちょっとじゃあご挨拶してみる急に行かない、急に行かないよ、みーちゃん急に行かないよ、みーちゃんまだタピーです、10ヶ月なんです。やっぱりね、タピーの匂いがするから、タピーが好きなんです。あ、そうなんですか。でもちょっと勢いすごい赤ちゃんだから多分びっくりしてますよね、ごめんなさいそうなんです。でもこの前までもっともこもこちゃんだったんですけど、優しくこんにちはってやってください、みーちゃんこんにちは、あーちょっと大暴れ、みーちゃんちょあなた大丈夫、みーちゃんちょっとそっといけない、みーちゃんもっとそっといてください。わー、お友達がいないから嬉しくなっちゃうね。みーちゃん、みーちゃんお散歩再開する、お散歩再開しようか、歩きましょうか、あなたも歩こうか、はい、行きますか、子犬さん、みんちゃん、こっち見てない、みんちゃんみんちゃん、お散歩、みんちゃん、お散歩行く、お散歩行きましょうか、はい、行きましょう、はい、行きましょう今日はあったかいので、結構人通りがあって割といろんな方にみんちゃんが可愛がってもらえるので、みんちゃんもちょっと嬉しそうですね。どうしたん、どうしたん、なんで今壁タッチしたの